測れんだけど、これ。どうも皆様こんばんは、セコリト3世でございます。さて iPhone7 発売してからバン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 動画出しまくってますけれども、僕ですね先日 iPhone の発熱についてチラッと触れました。この iPhone の内部でですね熱がくすぶるよりは外に出てた方がいいから、別に発熱は気にしなくてもいいんじゃないんですかっていうような話をしました。そしたらですねコメントにですね、実際 iPhone6S と7とどっちが発熱するのかっていうのはですね知りたいっていうのがあったので、あーなるほど、それは面白いなということで、今回はそちらを検証していきたいと思います。それにあたって一体どうやって iPhone の中の温度を測ればいいのかなって思っていろいろ探したんですよ。アプリでなんかそういった iPhone の内部の温度を測るようなものってあるのかなと思って探したけどなくって、あこれはどうしたものかなと、内地を絞ってですね、やっぱこれしかねえんじゃないかなって思ったのがこれでございます。はい、体温計です。ちょっとアナログだけど、やっぱこれしかねえなと思って何回かこれでねパッてやってみたら測れるんですよ。ちゃんと大事なのは温度が測れればいいわけじゃないですか。というわけでこちらを使ってビシッやっていきたいと思います。はい、というわけでこちらにですね2つの iPhone を用意しました。容量に関しても見えますかね、 55% です。こっち側 iPhone7 の方も 57%、 まあほぼほぼ変わらない状態にまで合わせてあります。でさらにですねバックグラウンドで動かしているものはもう何もないと。アプリはですね僕が普段入っているものは全く同じものになっていますから、これとこれはほとんど全く同じ状態ということですよね。ライトニングケーブルをちょっと差し込んでみたいと思います。今同時に充電が始まりました。全くほぼほぼ一緒ですね。じゃあこの状態で実際どんな風になるか、ちょっとこれで待ってみたいと思います。それで15分ぐらいですかね、待ってみましょうかね。はい、というわけでですね充電を始めておよそ20分ぐらい経ちました。実際のこれレトロだけどもちょっと測ってみましょうか。じゃあまず7から測ってみようか。テープで貼っつけて、ちゃんと測れるのがすごいよなこれ。はい、出ました。測れんだけどこれ。はい、出ました。32度ですね。多分これ合ってると思うんだよな。6S の方なんだけれども。あ、上がってる上がってる。はい、出ました。34度ですね。というわけで今回の検証結果としてはですね、6S の方が熱くなったということになりました。同じですね、電源から取って充電してるんですけど、なんでこんなことが起きるのかちょっとよくわかんないですけど、とりあえず新型の方が若干その熱を帯びるかうんぬんかに関しては少ないのかもしれないです。というわけでこれがですね、検証結果でございました。はい、というわけで今回は iPhone7 と 6S の発熱状況を比べてみたという動画でございました。まあ、ちょっと意外な結果でしたね。僕はもっと7の方が発熱するんじゃないかなとかと思ってたんですけど、まあそうでもなかったという感じですね。で、これ冒頭でも言いましたけれども、発熱してたからどうなんだっていう話でもあるわけですよ。別に発火してるわけでもないし、それによって何か大きなトラブルが起きてるわけでも全然ないし、僕は 6S でガンガン使ってきたから、全然何ともなかったわけですよ。別にその暑さがどうこうっていうのは僕の中であんまりこう、重点を置いてないっていうのが正直なところです。で、それにですね、僕の環境でやったので、あくまでこれは僕の結果なので、あくまで一例として捉えてください。他の部屋とかですね、ちゃんとした研究室とかでやったら全然違う結果出ると思うんですよ。あくまで参考程度に捉えていただければなというふうに思っております。なんかいろいろやってみると楽しいことたくさんありますね。なんか大人の実験みたいな感じになってるけど。皆さん今回の実験結果いかがだったでしょうか？ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日ね。じゃあ。